昔、私たちはいつも同等な視点で風景を鑑賞した。そしてドローンの出現は、私たちが様々な角度と高さから物事のより多くの側面を見ることができるようにしてくれる。甚だしくは時々、ドローンは私たちが見ることができなかった奇妙な光景を捉えることができる。砂浜で動く奇妙な影から、車でドーナツを描いた人、そして神秘的な宇宙文明まで。今日は一緒に11個のドローンが撮った驚くべき画面を鑑賞しましょう。新しく来た視聴者は、素晴らしいビデオを逃さないように、私のチャンネルを購読してください。トップ11、溝に落ちた老人。ドローンは様々な角度から異なる風景を見るのに役立つだけでなく、追跡にも大きな役割を果たします。以前、アメリカの80代の老人が夜にカルロチェスターフィールド王立病院を去った後、姿を消した。当時、気温が急に下がり、病院は彼の安全を心配して警察に通報し、警察は無人機を配備して彼を探した。捜索の結果、老人の痕跡が見つからず、警察が諦めようとした時、彼らは家の後ろの溝で野原の人の熱源を発見した。熱源に沿って老人を見つけた時、彼は薄いジャケット、セーター、ズボンしか着ていなかった。その時の気温は摂氏2度しかなく、ガチガチに凍って不快感を味わっていた。医療従事者は後に、もし無人機が彼を発見しなければ、彼は低体温で死ぬかもしれないと言った。これはいつでも配置できるドローンを持つことの重要性と、それが命を救えるという事実を証明する。トップ10、自動車でその場でぐるぐる回る人。この友人は、映画でかっこいいドリフトシーンをたくさん見てきたのかどうか知らないが、実際に路上で自分の車でスピンを披露した。警察が公開したドローン映像によると、男は BMW で地面を大きく旋回し、車の上には男が乗っていた。見物人は150人ほどで、運転手の車は見物人から5フィートほど横にずれていた。これでは、近くに立って見ていた観客が簡単に怪我をするところだった。その後、この男は危険運転の罪で有罪判決を受け、12ヶ月の運転資格を剥奪され、再び合法的に運転できるようになる前に再試験を受けるよう命じられた。トップ9、旋回するサメを撃退するダイバー。これは本当に恐ろしい瞬間です。もしドローンに捕まらなければ、サメに襲われた漁師はひどい目に遭うかもしれません。ある日の午後、36歳のマット・オッズはオーストラリアのボンダイビーチのバルコニーに座って、彼のドローンカメラで周囲の状況を見ていた。突然彼の画面には、巨大な捕食者がダイバーに襲いかかってきて、彼の不評を噛んだ。ダイバーは30分近く魚銃で戦ったが、マットが呼んだ救助員が来るまで、彼は救われなかった。捕食者は青ザメだと考えられています。ただし、1580年以来、青ザメが人間を襲った記録は9件しかありません。しかし、死んだ魚を運ぶと漁師に惹かれることもあります。トップ8、世界最大の墓地。イラクの聖地ナジャフには、1485.5エーカーの世界最大級の墓地があります。ここでは1400年間、毎日遺体が埋葬されており、イラクのシーア派イスラム教徒ほぼ全員がここでの埋葬を希望しています。現在、ここには500万人以上の死体が埋葬されており、これはほとんどの都市の人口よりもさらに多い。また、この墓地には多くの預言者、王、王子、スルタンが眠っており、中世以前から人々が埋葬されてきた。墓石や墓は、見渡す限り地面からそびえ立っている。この混雑した土地では、霊廟神社に最も近い場所を巡る競争が熾烈を極めており、その結果、最も望ましい埋葬地のいくつかが盗まれたり、違法に販売されたり、即席で作られたりしている。2014年にイスラム国が国土の大部分を制圧して以来、ここでは1日に200件もの葬儀が執り行われている。10平方キロメートルに及ぶ墓地を撮影したこのショッキングな映像は、イラクが数十年にわたる戦争の末に被った荒廃を示している。明るく装飾された墓は、イスラム国との戦いで殺されたシーア派民兵の安息の地であり、ワッディ・エールサラム墓地はアラビア語で、平和の谷を意味し、シーア派イスラム教徒の心の中で特別な場所を占めています。トップ7、砂に埋もれた村。
ほとんどの人はアラブ首長国連邦を言及すると、そびえ立つ未来派の超高層ビル、超高級ホテル、大型ショッピングセンターを連想します。しかし、イギリス人写真家のジェイド・ブリムフィールドは、ドバイから37マイル離れたアルマダム近郊のゴーストタウンの奇妙な画像とドローン映像で、華やかな中東の国には華やかさのない、よりミステリアスな一面があることを示している。この空っぽの定住地は、数軒の家と村全体を見下ろすモスクで構成されている。しかし今、これらの建物は炎天下で徐々に砂に飲み込まれ、室内には砂が散乱している。とても穏やかで平和な場所に見えるにもかかわらず、日が沈んで風が強くなると、少し不気味に感じ始める。地元の伝説によると、エルフと呼ばれる超自然的な生物がこの集落を席巻し、住民を追い出したという。しかし、別の説によれば、砂漠の砂が絶えず浸食されているため、人が住めない環境になっているのだという。なぜ小さな村が放棄されたのかは不明ですが。しかし今日、この村はますますカメラマンに人気を集めている。彼らはドバイから出発し、短距離旅行でその奇妙な光景を捉えた。アブダビやドバイの人混みから逃れられるだけでなく、嵐のような過去を持つと言われる町に戻れるチャンスもある場所だと言われている。トップ6、会場のオーストラリア。2021年のイースターの日没直前、ニューサウスウェールズ州南岸のジャービスベイからドローンがかなり壮大な映像を捉えた。少なくとも200匹のイーグルレイがネルソンビーチの海岸を泳ぎ、最初はほぼ完璧な正方形を形成していた。その後、さらに数十匹のエイが群れに加わり、オーストラリアの地図が構成された。しかし残念ながら、この地図にはタスマニアがない。トップ5、ラウンドガーデンシティ。ここは、地球上の信じられないほどラウンドガーデンシティで、まるで異星文明のように見えるかもしれません。ネバダを拠点とする写真家ヘンリーは、デンマークで休暇中にこの超現実的な村のことを聞き、ドローンで素晴らしい映像を撮影しました。この村は、デンマークのコペンハーゲン郊外、ブレンビーにあるガーデンタウンで、家と庭が円形に整然と並んでいる。空から見ると、その効果は驚くべきものです。このユニークなレイアウトの背後にある意図は、18世紀のデンマークの村の伝統的なパターンを模倣することであり、そこでは人々がくつろいだり、隣人と交流したりするための中心として真ん中を使用していました。このコンセプトは、社会的交流を促進するために、1964年に景観建築家のエリック・マイギンドによって考案されました。これらの住居は通常、市内に住んでいるが庭のないデンマーク人によって借りられています。なぜなら、大都市に住んでいると、スペースが非常に限られているからです。これは自分の庭を持ち、自然に戻るのに最適な方法です。ここの家賃は一般的に月額150ドル程度ですが、入居は4月から10月の暖かい季節にのみ許可されます。トップ4、浜辺を動く影。このビデオは、妙な視覚差によって作られた驚くべき映像だ。映像によると、砂浜で12人がバレーボールをしているが、上から下の視点で長い影のように見えます。午後の日差しの下で、影たちは先を争ってボールをパスしているようだ。ボールが上をぐるぐる回って、彼らがネットを越えてボールを打った時、視覚的な錯覚が彼らの本当の体を発見しにくくします。そして彼らが砂の上を走っているとき、映像はまたコンピューターゲームの何かのように見える。
トップ3、雲上の都市。摩天楼の一番いいところを見たいなら、タワーのてっぺんに登ればいい。しかし、最高の鑑賞方法なら、一番高いところから見下ろすことだ。思いがけない景色が見られるかもしれないから。中国、南京の中心業務地区が霧に包まれる中、魅惑的なドローン映像が太陽が見えないパニックから一時の休息を与えてくれた。真夜中、ライトアップされたビル群は並外れた輝きを放っている。霧の下、建物は中国神話に登場する雨宮のように見えた。広大な白い雲に覆われた南京がこんなにも美しかったことに、人々は驚いた。トップ2、フロリダのゴブレット。数年前までフロリダゴブレットの存在を知っていた人はほとんどいませんでした。その珍しい形は、Google Earthが現実になるまで発見されませんでした。ある人にとっては王冠をかぶせたゴブレットのように見え、またある人にとってはシャンデリアのように見えます。これは実際にはウルグアイにあるユーカリ農園で、長さは約500メートル、幅は235メートルで、デザインの上下を構成する線は幅約13メートルで、約2万4千代元の木で構成されています。あまりにも大きいので、地上から見るとこんな奇妙な形をしていることはわかりません。この珍しいランドマークを訪れる最良の方法の一つは、フロリダのゴブレットをインターネット上で有名にしたオンラインツールである Google Earth を利用することです。もちろん飛行機やドローンからの視聴も可能です。ただし、その栄光をすべて捉えるには高く飛ぶ必要があります。しかし、なぜユーカリ農園が現在のような形になったのかについては、明確な情報があまりありません。ユーカリの植林地は樹齢50年以上と推定されていましたが、その形状は2000年代まで謎のままでした。トップ1、海岸に泳走する鳥の群れ。私たちは数千羽の鳥が一斉に飛ぶ映像を見たことがあるかもしれませんが、地面に巣を作るシーンは多くの人が見たことがないかもしれません。海鳥の繁殖習慣プロジェクトの研究者が、パタゴニアの個体群の傾向を理解するのに役立つ、正確なデータを使用して様々な個体群における繁殖つがいの実際の数を決定するには、様々な角度と高度で撮影された高品質の画像が必要でした。そこで彼らはドローンを使用して、アルゼンチンのパタゴニアで毎年行われる海鳥の大群の映像活動を撮影した。海鳥の繁殖習慣を記録するプロジェクトの一環として、研究者のグループは5300組以上の巣を作っている皇帝ウを捕獲しました。皇帝ウは潜水海鳥で、一般的にアルゼンチンとチリのパタゴニア海岸に巣を作り、彼らの研究対象種の一つです。映像には、アルゼンチンの海岸線沿いの21528平方フィートのビーチに泳走する数千羽の鳥の巨大な混群が映っている。レンズが遠ざかるにつれて、高空から見下ろすと、海鳥の群れがだんだん小さくなり、まるで美しいビーチの冴えのようです。以上が今回のビデオの全部です。この動画が好きなら、私のチャンネルを購読するのを忘れないでください。また今度会いましょう。